昨日九州北部の梅雨入りが発表されましたが、福岡市にある能古島の海水浴場で県内で最も早い海開きが今日行われました。福岡市西区にある能古島キャンプ村海水浴場では、海開きに先立ち安全を祈願する神事が行われました。福岡市の11時ごろの気温はおよそ26度。県内のトップを切った海開きには能古保育園などの園児ら37人が参加し、勢いよく海に駆け込んでいきました。水温はおよそ26度です。少し冷たいですが、子どもたちは元気に遊んでいます。ちょっと寒い、下に向かってる。福岡の、象徴ともいえる、ドーム、福岡タワー、ここが一望できるのと夜景、これがもう最高なんですね。能古島キャンプ村海水浴場は今年7000人の来場者を見込んでおり、9月末まで営業するということです。